はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、ここでした。はい、じゃあ前回はあれだっけ、砂鉄じゃない、うん、なんか金を掘り起こしてどうこうしたよね。じゃあ今度はここら辺行こうか。町まだ入ってないんだっけ、シュタール。なんかイベントありそう。ここシュタールの町は火事の神アダマスの巡礼地で有名だ。火事が盛んなようね。ああ、この町で作られた武器防具は他の州でも評判がいい。早速巡礼していきましょう。あら、君たちは巡礼に来たのか。そうだけど、アダマス神の祠への巡礼は鉱物を奉納する決まりになっている。持っていないなら出直した方がいい。供物もなしにご利益を得ようなんて虫のいい話なのか。出直すか。どこかで手に入れることはできないかしら。はい、というわけでね、何にもないかな。じゃあどっかで何か手に入れないといけないと。しょうがない。かなり汚れた祠らしきもの。掃除をすればきれいになりそうだ。掃除させる気か。打ち捨てられたような祠ね。なぜ今まで気がつかなかったのかしら。ずいぶんと汚いな。向かいの炎のすすが長年積もったようだな。掃除をしましょう。祠に詩が書かれているわ。真のうずめの祠のようね。あ、出た、アボレビア。もう読まないけど。生贄に娘を出していたという内容ね。真のうずめの祠に巡礼をしましょう。調べるがついてるけど、すでに済ませた。禁断の地。あ、これじゃない、さっき消えることのない日って。入族はここを禁足地にしてるわ。何か良くないことが起こるんでしょうね。この日はなぜ消えないんだ。火山のようには見えないが、この消えない火であれば灯籠に火を灯すことができるかもしれないわね。やっぱりそうだね。え、戦うの。まあでもイージーノーマルなんで、内容は一応カットしてお送りしながらも、なんかね、ひらめいたら映すと思います。はい、じゃあカット。エッジを上がり、OK、ついてきな。とっとめ。お、連撃で倒すまで来た。もうお見せするとこなかったから、これカットかな。役に立つだろう。見直した。あら、感謝いたします。やばい、気持ちいい。革の武器言われても。炎から魔物が現れるとはな。それで禁断の血なわけだ。ファイヤーブインガーが最初の火を人間に与えたという伝説の地、やっぱりここなのかしら。あ、ファイヤーブインガーの火なのか。それなら消えないかもね。で、火をどっかに持ってこいって言ったらこれか。灯籠に火がついたぞ。ぼんやりだけど。なんかいる。ん？灯籠に照らされて何か姿を現したぞ。謎の祠。なんか出てきた。謎の祠。灯籠の火で浮かび上がった怪しい祠。一体何が待ち構えているのだろうか。なんだろうこれ。禍々しいけど。
ここまでの仕掛けで隠されていたからには何かお宝が眠ってそうだな。そうかしら、ただの忘れられた巡礼地なんじゃない？だとしたら何かの精神のご利益が得られるだろうさ。精神のご利益なんか別に欲しくもないけれど。でも敵出るじゃん。ノーマルだけど虹。音楽が違う。何しろった？何しろって言った今。やべえな、敵強そうだな。余計なことしちゃったな。音楽がかっこいい。あ、これだとあれだな、この子連れてくるの間違いだったな。間違いだったよ。ガチで挑まないといけない。弓もいらなかったな。カーブ止まり。打撃系の効果がいいからね。うわ、超重力使ってくる。ここなんかしたいな。入り込みたいね。ここ入れないか。ああ無理か。マタドールなんて誰も使わないし。しょうがない、じゃあ普通に倒そう。バイバイ。なんか来たー。あら、かわいい。遊びに来たよ。え、こんな声なの。バッハシンだっけ、なんだっけ。遊びに来たよって言われちゃった。バッハシン。このパターンだと先にこの子倒さないとダメなやつ。あれ、これなんだっけ、逃げるやつだっけ。やべえな。バッハシンが寝るわけないしな。まずいな。じゃあ雷やっとくか。そんな余裕があるかどうかわかんないけど。ちょっとこれでまず連撃もらおう。そうすれば少しいけるかもしれないし。私は止められないわよ。さあどう？お、来たぞ。栄翔。でも実力を下げたぞ。威力全然なさそうやね。豪華に行くわよ。いやー、本当はこいつとか倒したいけど。全員でバッハシンだけ狙う。神様ごめんね。あ、増えた、ラッキー。ガリ。スパイラルチャージ。
全然減らない。あと3ターンぐらい必要。さあちょっとみんな怒っちゃってるか。これだとみんなこいつ狙いになっちゃうのか。全員怒ってんのはちょっとダメだな。だからみんな怒っちゃってるから何にもできやしない。将来おお、私にだけ当たった。土でも噛みな。すごいな、マタドール入るんだ。あ、死んじゃうかなこれで。何すんのよ。うわ、全滅に近いわ。はい、全滅。はい、というわけで謎の祠はバッハ神と戦えるやつなんですね。で、ウィキとかを見るとね、もうちょっとちゃんと武器が、整ってちゃんと強い状況でやった方がいいですよと。今やるっていう必要が全くないのでね、やり込み要素というか、なのでここは残しといて先行きましょうね。まあ、バッハ神可愛かった、お表記されちった。まあ、どこまで今動画にしたかわかんないけど何かの洞窟、巡礼者の金品を狙う者たちのたまり場のようだ。嫌な奴らがいるな。それじゃあ靴子、家畜の神トゥクツの祠だな。え、何、わあ、桃さんだらけ。逃げ出したのはトゥクツ神に捧げられたヤクみたいだ。ヤクを保護しないとトゥクツ神の恩恵は得られないだろうな。逃げ出したヤクは4頭。さあ行きましょう。もうどこに行ったの。いた、捕まえた。さあ戻れ。それで戻ってくれるのね。さああと2体。さあどこ行ったヤギ。 あの光どうしよっか。全部回ってから行こうかなと思ってたんだけど。これでつくつ神に巡礼できる。さあ祈りましょう。終わり。じゃあまあ何かの洞窟と、なんて呼ぶかわからない、ここはちょっとさらっとやります。まあ何かねひらめいたりしたら残そうかな。この洞窟は採掘場だったようだな。だいぶ使われていないようだが、中を調べてみるか。そうね、まだ鉱物が残ってるかもしれない。探してみよう。あ、そうね、なんか鉄とかなんかね、鉱物出てきたら捧げられそう。この辺りはすでに取り尽くされているようだな。少し掘ってみたが何も出てこない。もう少し奥の方も見てみましょう。タリアさんやる気じゃないですか。あれは魔物ね。もしかしてこの採掘場が使われなくなったのはこの魔物のせいなのかしら。そうかもな、魔物がいる場所から奥はあまり手をつけられていないはず。鉱物が残っているかも。それなら倒す。奥を調べましょう。ノーマルで土か。うん、じゃあそれはさらっとやっていきたいと。女だけのパーティーで戦う、わかりました。
思い切り咲くぞ。この2段分を動画にするかな。倒せねえのかよ、まだだ。あー、なんという、死んじゃう予定はなかった。倒してね。よし、 LP1 を無駄遣いしたわ。あんなに威力が低いとは。もっとずっと先まで行きましょう。サムネのためにやったのに。気力も重要だ。そっちはどう？何かあった？特に何も。あらら、こっちも何もないみたい。あ、待って、崩れやすくなってるところがあるわ。掘ってみよう。鉄鉱石の塊を手に入れた。すごい、こんなに大きな鉄が眠っていたなんて。ふう、やったのはかんね。しっかりして。なるほど、これで遅れそうですね。ここだったっけ。よし、セーブ。祠に採掘場で手に入れた鉄を備えよう。アダマス神の祠に巡礼をした、この子は何にもならないのか。ん、何をするつもりだったのかな。力のあるやつはいないか。筋力ってことか。14が一番上。ルーナが一番筋力あんの。恐ろしい初期感だな。おい、どうせ使わねえからトマトお前行ってこい。よし、じゃあ次なんだこれは。巡礼者の金品を狙う者たちのたまり場だそうだっていうので、じゃあ駆除しておく、排除しておこうか。じゃあこれも、多分ストーリー的には全く関係ないと思うんで、カットします。なんかね、ひらめいたらいいね。イージーっつってるから、心使わないやつを使おう。うわ、雑魚臭しかしないな。大丈夫かこのメンツ。なんかひらめかないと映像映んないぞ。スライディング。回し打ち。回し打ち。棍棒率の高さ。マインドステアが全然効かない。ひどいなこれ。お、ひらめく。よかったね。おお、二人とも麻痺。とどめ。マインドステアランクアップ。麻痺ってるやつにも効かねえのかい。お前さん大丈夫かい。あとは全員攻撃で倒せるだろう。なんかひらめかないと映らないぞ、君たちのレベルだと。ひらめかないんだな。さあ、麻痺した相手を全員でボコボコにしております。このイージーを移すべく5人が今頑張っております。脇役感半端ありません。これはバイバイ。
あ、まあ最後は姉ちゃんが決めちゃいましたね。皆さんの町長がやりました。怖かったよ。本当に？あんたの方が怖かった、まあ、動きがこなれてきた。いや久しぶりに使ったな、ラマールなんて。経験を積むのはいいことです。研鑽の証です。いやいやいや、なんかみんな頑張ってるけれどもさ、小物感が半端ねえ。なんか別のにしようかな。天罰です。お、なんか覚えた。これでも食らいなさい。大進撃、あ、さっきも見た。隠し味ですよ。隠し味だって。おお、すげえ、全員麻痺、マジで。お仕置きの時間だ。しかも、おお、氷雪。なんか結構覚えるね、みんな今日は。いいね、いいね。このまま。そして連撃。どう。あら、なかなかかっこいい戦い方ができてますよ。将来。しかも麻痺ってっからね。ああ、余計なことした。もう終わり？あら、早いじゃない。さすが、さすがじゃない。戦いだけが俺を前に進めてくれる。そういえばお前ギャングだったね。研鑽の証です。よし、もっと戦うぞ。なかなかではないか。個性豊かね、このメンバー。本当に。あ、なんかさ、音調を手に入れた。はい、じゃあ次。ディーマー受信。これが真のディーマー受信の祠になるのかな。お参りしていきましょう。これで終わりでいいの？あれ、あれでいい？あ、あれとは違うのかな？こっちからやんだっけ？あ、これだ。真のディーマー受信の祠に巡礼ね。あ、これで終わり。こっからでもいいっつってだからね。これでもう全部終わりか。あれ、全部回っちゃったよ、もう。漏水。あ、なんかありそう。旅の一座、あ、いらっしゃい。精神うずめに祝福されし我が一座の仮面劇、聖火に聞こえし名を見逃してはありませんぞ。あのファイヤーブリンガー役の女の子が気になる。では我々の仮面劇、邪神をファイヤーブリンガーと名付ける人間の話をご覧いただきましょう。あ、ちょっと動画がやばそう。ちょっと一旦切ります。何か面白いことはないのか。お、あれは人間ども、そう、俺少し驚かしてやるか。なんだ、脅かす、ちょっと感じ。これでもくれ。うわー、助けてくれ。わはははは、は、愉快愉快。これはなんだ、温かいぞ。肉を焼くといい匂いだ。温かいスープもできるぞ。我々に火をくれた間抜けな邪神をこれからはファイヤーブリンガーと呼ぶことにしよう。え、なにそれだけ。人間を火でこう驚かせて遊んでたのね。だけど人間にとっては、人間にとって火を覚えてしまったわけですな。でこれで、全部回ったんですが、なんか仲間になるんだよね。ああ、これ忘れてたね。謎の光。これは火の光が反射してるのね。この血の匂い、禍々しい場所だわ。
光を反射しているのは武器だぞ。すごい数だ。わあ本当だ。怪しげな祠、謎が示、光が示した地には謎の祠があった。ここには何が待ち構えているのだろうか。どの武器も古くて錆びている。光を反射する輝きなどない。どういうことなんだ。ここは古いマリガン神の巡礼地みたいね。マリガン神じゃない何かがいるみたいだけど。我と試合、ドッポですか、オロチドッポですか。これは、あ、金でハード。ちょっと本気メンバーで挑みたいと思います。やりましょうか。バイバイ。うわすごっ。ついてきな。さすが吹雪、これで倒したらかっこいいぞ。カーン、残念、しかも死んじゃった。いやこれで何人引けられちゃう。あ、ダメージは低いけど、オグニアラが OK。そうだったね。戦車苦戦した、カン一人で助かったよ。でもカン倒したら全員生き残ったのに。倒しなさいよ、そこは。役に立つだろう。見直した。ちょっと服がきついかも。手応えあったのよ。やっぱさすが吹雪強いっすな。わしランク2、剣士の亡霊だったな。永遠に戦い続ける運命を選んだのか。死しようってことですか。マリガン神の使徒にふさわしい愚かな生き様じゃないの。邪魔して悪かったわね。ひど、悪い気が晴れたぞ。タリア、意外とマリガン神に気に入られてるんじゃないのか。なんか来たー。お、五行武器ですか。いやでもこんなとこ出てこないよね。マリガンの剣、あら、精神マリガンの力が宿っていそうな剣。そうなんですか。精神の剣って普通の剣、それとも剣士の魂かしら。お守りになるか、たたりをなすのか、どちらかしらね。ふん、じゃちょっとセーブ。これで全部の巡礼地は回ったことになるんですが、最後にこちらですかね。これでこの巡礼は終わりになるはずなんですが、会話。トゥワイの踊り子、真のうずめの祠が見つかったんですって。きっと見つけた人たちは歌と踊りが大好きなのよね。憧れちゃうわ。一緒に歌いに行かない。はい、行きました。アイドルゲットです。そうね、一緒に行く。一緒に踊るわよ。あら、ギャル。ジゼル、トゥアイの踊り子。あ、この子も証券ですか。証券はね、なんかハート様もいるんだけど、まあ女の子の証券。あ、でもクイーン様がいるか。場合によっちゃ弓とか いけます。はい、というわけで、ジゼルが仲間になりました。踊り子、はい、私はトゥワイのウズメガールズ。予約的な歌と踊りを楽しんでね。踊り子さんだそうです。うわー、証券15ですか。弓をむ、あ、でも15ですか。戦闘に向いてないっていうレベルだね、これ。低いもんね。今から弓を覚えさせるにはちょっときついか。まあじゃあ証券でいいか。だって、レギュラークラスはもう30だよね。ちょっと緑で見えねえですけど、30。あ、でも20代も多いな。やっぱ、初期メンバーが30っすね。その中で、やっぱ途中から入ってきた人たちがみんな、あれですかね。あ、でもやっぱ、ほら、18とか。ハートさんも24もあった。まあでもしょうがないか。これも証券か。じゃあまあイージーでちょっと楽しむキャラになりそうですね。ここで R3 を押すと喋るの。はあ、
私はトワイのウズメガールズ、魅惑的な歌と踊りを楽しんでね。ああ、ちゃんとここ喋ってくれてたんだ知らなかったよ。他に技は覚えてなさそう。あ、魔法覚えてんだ。やっぱ証券だけか。ウズメの音調発動率アップ。なるほど。はい、というわけでアイドルをゲットしました。まあ、アイドルだけにあんまり強くなさそうですね。というわけで今回でこのヤクサルト編教習だっけ、ここどこだっけここはおしまいで、次回は隣のところ、まだ行ったことのない場所行きましたね。ここでメグダッセに次回行きたいと思います。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。うん、ここの神様は最後に行きましょうもうちょっと後になってから行きましょう。しょうがない、しょうがない。